試合終わりました。ありがとうございました。結果なんですが、ファーストセット、4-6 ですね。で、セカンドセットが7-5で、こちらで取りまして、ファイナルスーパータイブレークは、5-10 と。だからセットカウント1-2でこちらの勝利です。ありがとうございました。楽しませてもらいました。はい、彼ら若すぎてボールパンクしました。打ちすぎです。熱い当たりのフォアハンド打ちすぎです。これね、もうパコパコで意識したんで。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか久しぶりなああいうなんか若い子のボールを、打たせてもらったんで、僕たち楽しかったですね。そうですね。はい、はい、何かありますか。そうですね。やっぱりこうやってダブルス練習試合としてもその真剣にできる機会があったんで、すごく楽しかったです。はい、ありがとうございます。じゃあまた何か機会があれば。今日も今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。またよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。じゃあこれで終わっていきます。またよろしくお願いします。お願いします。はい。僕たち本日負けてしまいました。だから走りましょうか。綺麗なとこでね。はい。走りますか。いや俺走らない。なんでサンダルなんですか。やらかしたんです。朝30分遅刻するっていうって思ったらもう走るしかないでしょ。一つだけっていいですか。そうでした。北川君、これもう走るのはもう彼だけで走ります。そうしましょうね。そうしましょう走ります、はい、頑張ってください、はい、走ります。走らせていただきます。とりあえず一番向こうのヤシの木まで行きます。もういいっす。何したいんだっけ。させ
もう勘弁してください。もう勘弁してください。もうします。勘弁してください。もうお願いします。もう反省したか。反省しました。もう二度と寝坊しないです。もう寝坊しない。はい、もう次寝坊したらこれ3セットやね。3セットやります。テーマトレーナーの場所までここまで来てやるしな。分かった、はい、すいませんでした。皆さん許してください。そんな MJ をこれからもよろしくお願いします。